生ビール飲んだら歌い出す、リズムに合わせて踊り出す、生ビール飲んだら歌い出す、リズムに合わせて踊り出す。はい、 YouTube の皆さんお疲れ様です。オフィス世田谷つばき塾のゴリッキー松本力也です。本日もよろしくお願いします。今日は YouTube の動画にコメントをいただきましたので、そちらのご相談に回答していきたいと思います。ホワイトボードには安心をとって支援学校で、本人の希望の私学というふうに、書きました。はい、じゃあそちらのコメントをちょっと読んでいきたいと思います。ご相談ですね。いつも勉強になりますと、ありがとうございますと。で、中学1年の軽度知的障害の息子がいます。小学1年から支援学級で、今も支援学級ですと。で、本人は高校は普通の高校に行きたい、支援学校は行きたくないと言っていて、今も支援学級がつまらないと言います。 IQ65、 言語理解69、知覚推理67、ワーキングメモリー60、処理速度91ですと。ちょっと処理速度が高めなお子さんなんですね。で、お友達はみんな普通級の子ばかりで、会話は渡り歩けています。安心をとって支援学校へ行くか、本人の希望をとって私学を受験するかで悩んでいますと。で、どうぞ回答よろしくお願いいたしますと。はい。じゃあ回答していきますね。で、お読みする限りですね、私学の方がいいのではないでしょうか。安心っていうのが何を意味しているのか分かりません。その安心をとって支援学校へ行くとおっしゃってますが、そこがちょっと分からないところですね。で、子供には好きなように人生を生きる権利があるので、私学に行きたいなら行けばいいし、難しくて中退したらその後行きたければ特別支援学校に行けばいいと思います。で、しかしこういった見通しの話で脅しではなく、私学の勉強がどの程度難しいか、ついていけなかった場合にどうなるかっていう事実についての理解を促すことは決断する前にあるといいと思います。はい、じゃあ私からの回答は以上です。参考になりますと幸いでございます。はい、じゃあうちのオフィス世田谷のサービスで、特別限定動画セミナーとかやってますので、ご相談に回答できますので、ご相談したいって方は、私にご相談したいって方は、気軽にご連絡ください。きっと力になれると思います。はい、じゃあ本日もありがとうございました。オフィス世田谷つばき塾のゴリッキー松本力也でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画をちょっとでもいいなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。これからも皆さんのお役に立てるように動画配信を頑張っていきます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。